そう、俺今日ね、あれなんだよ。あれ行ってきたんだよ。多分 YouTube の人たちは何のことかわかんないけど、なんかニコニコ動画の、なんか流行語大賞みたいな。のになぜか俺の名前。なんかね、大百科って知ってるあんまり見る、俺も見る機会ないんだけど、ニコニコ大百科の単純なアクセス数とピクシブのアクセス数を なんか17万号ぐらいあるんだって、それが。17、8万号。その中からトアクセスが多かったトップ100みたいなのが、表彰されるのね。で、俺99位だったの、俺。100位まで。まあまあ、そ,それもね、まあ光栄なことですよ。それも光栄なことですよ。ただね、99位だったのね。で、まあ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 、99位でもまあ入ったなと思って、で、2、3日前に、 運営の人から連絡来てや、やけどさ、あの、と、投票みたいなのってあったんでしょ投票。投票。俺さ、放送で触れたじゃん、一回あ。あの、あの投票ってさ、どういう形で投票するの視聴者、視聴者票みたいなのがあったんだよ。視聴者の投票。ツイッターなの。 のニニコニコアンケートちょっとよく分かんないけどなんか投票できるものがあったんだってでさ俺99位だよ99位言ってさ目立たない方がいいじゃん目立たない方がなぜか知らないけどあのー、晒し上げられまして僕 <laughs> なんか2位になんかダブルスコアぐらいをつけて アクセス数大したことないのに投票だけめちゃめちゃ多いみたいなので、あの、よ、お呼ばれされて今日行ってきました。クソ恥ずかしかったですね、僕。せめてさ、20位くらいだったらさ、まだあ、そうっすね、まあ、アクセス数は20位だったんですけど、なんかちょっとかっこいい顔して出てたらね、俺99位なのにもかかわらず、なんならさ、お、もう、落ちるか落ちないかの瀬戸際ぐらいなのにもかかわらず、投票だけめちゃめちゃ多くて、僕行ってきました。 ちゃんとあのー、もらっててきましたいただいてまししたたいいあのー、盾。ほんでさ別に台本とかもなかったから、まあ、言ってあまあ、告知はなんかサプライズだから告知はしないでくださいみたいな感じだったから告知せずに言ったんだけどまあそんなさ簡単な。 ねひょ、行ってちょちょろっと挨拶して出てくるだけなのかなと思ったらなんかじゃないけど、真ん中のさ、各対象を取った、そのメディアの方たちが座るようなところの真ん中に座らされて、隣クリちゃんでさ、その隣ピクシムの代表がいて、右隣に仮面ライダーのなんかプロデューサーがいて、左前に、なんだっけな、なんかさ、さ、あら、フェイトの責任者みたいなのがいて、そこのさ、椅子にポンって座らされてさ、俺なんでこ、俺なんでここに座らされてんだろうって。 場違いなところに99位の男が座らせていただきました。そんで、なんか実は栗田さんから、俺だからフルエアさんが出てるって知ってたから、あのアムロの声優の人からトロフィーもらうんだろうなと思って言ったらさ、会場5分ぐらい前に入って、あの、いや、実はあの栗田さんから加藤さんもらうんでつってさ、俺、 まじそこが一番冷や汗が出てまじかよって。俺どの面下げてクリちゃんに会えばいいんだよと思って。まあでもまあ、そのね、もらうとこだけかなって思ったら、まさか席隣でさ、いや、加藤さん、最近のニコニコ動画どうすかみたいな話されて。いや、クリトさん、僕最近アメリカ行ったんですけど、いや、アメリカでアプリのニコニコ動画、ニコニコのアプリ使ったんですよ。ツイキャス画質悪かったっすよ。 YouTube? 画質悪かったっすよ。ニコ生一番画質良かったっすよって言っといたわ。<laughs> って言ってた。カンコレ見てる時のクリちゃんみたいなニコニコしてたよ。そうなんですよね。そうなんですよね。って言ってた。<laughs> T シャツ話するわけねえだろ。お前そこでさ、クリスさん、この、いきなりさ、だて出てってさ、クリスさん、この表、この縦は、まあちゃんといただきますよ。 でもしかしクリスさんあの T シャツの件なんですけどなんて言うわけねえだろ気が違ってるだろそんなこと言うやつバーチャル YouTuber 一人も知らなかったし俺キズの愛って人とかも名前は聞いたことあったけどあこの人なんだって初めて知った変な馬のやつとかすげえ人気だったけど俺初めて見たしなんとかウサギちゃんねなんとかウサギちゃんってさ俺さ PUBG 一緒にやった人だよねあの,あの子でしょなんとかウサギちゃん え、あの子じゃないっけあの子じゃない。あぶねあぶな言いそうになっちゃったあぶな違う人あぶななんとかうさぎちゃ、あ、この、なんとかうさぎちゃんじゃんと思って。あ、通りで、つ、あれ、なんか、あれだな。顔見知りなのに冷てえなと思ってたんだよな。あの子じゃなかったっけなんだっけなんとかうさぎちゃんだと思ってた、俺。 あ、そう、静かりんだ。めちゃめちゃコメントとかでもさ、来たーシロちゃんが来たよーみたいなこと言ってたよ。シロちゃんのイルカみたいな声聞かせたよーつらん、つらいよーみたいなコメントめっちゃ流れてたよ。つらいシロちゃんが出てつらいよーって言ってたみんな。俺も一応、シロちゃん来たねーって、うんうんって、うなずきながら、 拍手はしたけど、シロちゃん。すごいねって。さすがだね、シロちゃんー。みんなのおかげで、私もハピーですみたいなこと言ってた。あーシロちゃん来たねって。あたかも、俺ももちろん知ってるよ。俺もセンサーは立ってるよって顔して。一番センサー立ってる顔はしてたけどね。俺、立家みたいな声してたわ、シロちゃん。 いやでも仮面ライダーは俺まさか「仮面ライダービルド」が入ってると思わなかったからさなんならさたまたまね隣で写れたんだよ速攻姉ちゃんに来日したねあ「あ俺今日ビルドと一緒に表彰されたけど」みたいなしかもその年なんか星屑ジェットとかがなんかツイートしたんだけどその写真がめちゃめちゃ俺かっこよく写っててもうすぐ保存しておいっ子にあ「あれこれ兄ちゃんだよ」つって見せてって。 送っておきましたむちゃくちゃ囲うっつっ,ってた俺がなんならたまたまビルドがこうやってポージングした時に俺の方俺の方に寄り添うようにポージングしたからなんか変な隣の馬馬の,怪馬の化け物から俺を救おうとしてるように見えるからあれ完全にラッキーでしたね馬の怪獣から兄ちゃんを救ってるんだよって送っといた あの馬の化け物から <laughs> 多分お前、まあのランキングの集計方法知らんのえっピクシブとニコニコ大百科のアクセス数なんじゃないのなんかそんな感じだったって聞いたけどでそのニコニコ特別賞みたいなのはあのユーザーの投票だよね多分ねお <laughs> 来年も99になるまーすでお <laughs> 来年もブームにはならないけど 99名出して、また、そうっすね、2年連続来て、おい、俺が十あれするわ、キムタクのベストジーニスト賞みたいな感じで、俺、電動入りするまで取り続けっかんな、マジで。ここまで来たら。なんとかして100位以内に入って、あの <laughs>、組織よ、一番嫌われない、松井が初年度に、あの <laughs>、ま、<laughs> え、まさかとは思うけどさ、あの、松井がメジャー初年度に日本の組織、組織票でメジャーリーグのオールスターに出てバット100本持ってったのに一歩も動かしなかったような感じ俺。まさかとは思うけど。あの、いたたまれない空気ショーに入れとかないと騒ぐから配慮されたんだ。それで絶対嫌だわ。<laughs> ただ、得票率めちゃめちゃ高かったらしいよ。<laughs> こいつ誰だってなったらしくて <laughs>。 うんこちゃんって何だって普通さそういうのって自然の流れに身を任せるもんじゃんあまりにも突き抜けてたらしいで呼ばれる上で手伝ったんじゃない <laughs> マジで恥ずかしかった